エラールチャンネルにようこそ木曜日担当の坂内愛です。さあ今日は秋ならではのお試しをちょっとやっていこうと思います。皆さんもね、これお試しかなり便利に活用していただけるんじゃないかなと思いますので、いいなと思ったらぜひ皆様やってみてください。ということで今回はこの栗の鬼皮の 簡単な剥き方をちょっとね見つけましたので試してみたいなと思っております。まずはこの栗をジッパーに入れて凍らします。冷凍庫に入れてキンキンに凍らしました。で、この凍らしたのがこちらです。はい、もう完全に凍ってます。ではこのね凍ったこちらの栗、はいカチカチです。 この栗に熱湯をかけるだけで簡単に鬼皮がむけるということなのでちょっと試してみたいと思いますはいさあではこれで少しおきたいと思います、ね、手がちゃんとつけられるぐらい冷めました少しぬるま湯かなぐらいでいきたいと思いますああなんかね触った感じは なんかプニプニしてます。でもこれ別に茹でたわけじゃないから、栗自体は全然火も通ってないんですね。だから中は硬いはずなのに、周りのね、皮が指で押せます。なんか期待大な気がする。さあでは、こちらの包丁をお尻にちょっと入れる。あ、プッシュだって。おおおあ、簡単に。わかるかな簡単に。 むけます。柔らかっ。え、なにこれ。こうでしょうほら。あ、これ手でもむけるかもしれない。もう切れ込み入れちゃえば、むけます。むちゃくちゃ簡単。ほら、爪で。どんどん、剥がれていきます。わかるえ、すごっ。 柔らかえこんなのありえない普通だったら包丁でこう指をね切るんじゃないかななんて思いながらやるんですけどスルスル剥けますなんか卵の殻みたいにピロピロってほらえー、感動えめちゃくちゃ簡単こうでしょパカほら ななんんて簡単なんでしょうむけましたおおあちょっと今こここれね包丁でやってしまったんですけどあこれね包丁はただ最初に傷をつけるだけでいいかもあとは手でいけます包丁でさ中の栗を傷つけない程度に 傷を入れてあとはそこからほら手で剥けちゃう。ああ、ということで冷凍を1回して熱湯をかけるだけでお肉は剥きやすくなりました。というかもう一瞬で剥ける。とっても簡単です。だ渋皮煮作りだったらもうこれで OK。で、この渋皮を取るのが、まあ、栗ご飯とかはね大変じゃないですか。この渋皮を取るのはちょっとね、さらに熱湯に 少しつけてやっていただくことが必要みたいなのでもう少しだけちょっとつけておきたいと思います一旦お湯にもう一度つけてもらって周りの皮をふやかしますあとは柔らかくなった皮をこういう包丁を使ってこう剥ぐ感じにやっていくとこんな感じで簡単に渋皮も抜けていきますこういう感じですね 結構簡単柔らかいすごいもうねすでに渋感もすごくふやけてて柔らかくなっているので普通の栗ご飯作るなんていうのもこれなら少しはこう気が楽になるんじゃないかなと思いますほらみほら見てくださいこんな感じで簡単にペロって抜けていきますこれはいいねこれなら楽しいんじゃないでしょうか今年は栗ご飯たっぷりいいろろ食べて そして、マロンケーキなんかも作ってみようかななんて思っています渋川には絶対チャレンジしたいと思いますさあということでお試しリポートいかがでしたでしょうか今回は鬼皮柔らかくむきやすいのかどうなのかということで試してみましたぜひ一度皆さんもやってみてくださいさあ最後までお付き合いいただきましてありがとうございました引き続きのチャンネル登録グッドボタンそしてインスタのフォローもよろしくお願いいたします それではまた来週お会いしましょう。さよなら。